どうも電脳ギツネです。龍が如く5続きやってこう。いやー、というわけで前回からね、遥か捜査から秋山捜査に変わった第3章ですねになったんだけど、いやー、まさかのパク社長がね、自殺、まあ他殺なんだろうけど俺の予想はしたっていうところで、ちょっと衝撃的だったんだけど、まあそんなところに、スカイファイナンスのカムロ町から、蒼天堀支店を出そうとしてたまたま来ていた秋山がちょっとこの事件に、首突っ込んでいくってところからですね、秋山がパク社長にお金貸してたんで、まあちょっとそのあたりも金回収したいんで捜査するところだね。いやー、ちょっと遥と秋山の対面はなんか緊張するな。どんな感じなんだろう。桐生さんのまあ子供っていうか関係者ってわかるかな。いや、まあもちろんレッスンなんか、失礼、ちょっといいかな。できないよね。ゆうべパク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね、少し話をさせてもらいたいんだけど。てか遥のことは、まあこんな時に話する気にはならないと思う。あれ、面識あったっけ。あったことはあるか。君は、ああやっぱそうか、遥ちゃんか。桐生さんところ桐山さん桐生さんところ、あ、面識はあったんだね。君なのか。覚えてなかったね。パク社長が売り出そうとしてた新人っていうのは。そういや、さっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけど、こんな偶然もあるんだな。秋山さんの方こそどうしてここに。実は俺パクさんに金貸してたんだよ。社長が秋山さんに。ああ、彼女関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったんだよね。ああ、まあそこも敵が多いからか。そんな時神室町になら無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて、彼女はすぐ東京へ飛んだ。それがスカイファイナンス、つまり俺の会社だったってわけだ。1年ちょっと前の話だったかな。社長、そんなにお金に困ってたんですか。どれぐらい借りてたんだろうね。いや、そうじゃなくて、そのなんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとかそういうんじゃなくて、額が額だったからちょっとね。え、いくらだったんですか。相当借りてるのか。あの、その3億円3億って可愛く言うな。そんなに。そんなに。そう。ところが今その金がどこかに消えちまったらしくてね、今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃあまさかそのお金がなくなったことで自殺を。可能性としてはある。ただ俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか。俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題を吹っかけてテストをするんだよ。そうだね、いわゆる俺流の厳正な審査ってやつ。そのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない。まあ、このあたりは龍が如く3とか、そうで蒼天堀からわざわざ神室町まで来たパクさんは、あったね、俺の出した無理難題を見事に乗り越えた。俺のとこに金を借りに来る客は、あ、やっぱキャバクラ行ったんだ。その場しのぎの金欲しさにやってくる。だから金のために土下座はできても命を張ることはできない。まあそれが普通だ。だけど彼女は必死だったよ。自分の夢をつかむために石にだってかじりつく勢いだった。なんだこれ、真島建設か。夢夢さ、建設業だったな。彼女は金を借りに来たんじゃない、夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ。ああ、また夢っていうワードが出てきたな。俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってる。
そのために空から降ってきたんじゃないかってね。空？ん？ああ、ごめんごめん。今の話は余計だったな。ああ、龍が如く極みの内容だね、今のは。パク社長には夢があった。そして、どんな屈辱を受けても諦めない強い意志で、ずっとその夢を持ち続けていた。だから俺は思うんだ。パク・ミレイという女は、自分から死ぬような人間じゃない。はい。だからというわけじゃないんだが、はるかちゃん、辛いとは思うが、協力してほしい。君は昨日パクさんに会った最後の人間だ。何か気づいたことがあったら何でもいい。教えてくれないか。秋山さん。ん？社長は自殺なんかじゃありません。多分誰かに殺されたんです。そうとしか思えません。だから私も一緒に連れてってください。え？お願いします、秋山さん。私も一緒に。社長に何があったのか私も確かめたいんです。お願いします。参ったな。一応聞くけど、ダメだって言ったら素直に言うこと聞く？まあやっぱ分かってないよね。てるよね。君なんて言ったってあの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんね。はい。わあ、なんかいいな、秋山と。さてと、まずはの関係が他殺を証明するってことになると、やっぱり自殺の現場を見ておく必要があるな。はるかちゃんにはショック大きいかもしれないけど。大丈夫です。 OK、 その意気だ。で、パクさんはどこから飛び降りたって？屋上です、このビルの5階。なるほど。まあとにかく行ってみることだな。あー、はるかと一緒に動くのか。ダンスバトルする？秋山多分だいぶ踊れるよ。わあ、なんか渋いおっさんと若い女の子、なんかいいな。なんとなくいいな。いや、まあもちろんそうだね。はるかも言ってる通り、やっぱパク社長は他殺の線が濃厚だよね。まあ上向かえばいいのか。エレベーターだっけこれは。あ、ここで行けばいいのかな。これじゃいけないのか。あ、そっちか。あ、ここだね。ちょっと、セーブだけさせてもらおうかな。さっきできなかったんで。よし、セーブ完了したんだけど、秋山で遥のお仕事はできないか。できないよな。あー、ちょっとこれ無理だったか。高校生が来ると思ったら、まさかの、ヒゲ面イケメン男が来るとかはないよね。まあまあ冗談はさておき、セーブしたんで。屋上だっけな。自殺現場を見に行くんだよね。ここでいいのかな。ん？どこだ？あれ？あ、こっちの部屋あったんだ。あ、屋上ってやっぱエレベーターか？え、この上。ああ、行けるようになってるわ。ああ、普通に階段で行けばよかったんだね。あ、でか。前から行ってたな。俺すぐこう来たことあるわ。そっかそっか。それ以来来てなかったから、分かってなかったんだけど。失礼。誰よ、あんた。東京の神室町で、スカイファイナンスってお店をしてる、秋山さんという方です。いや、山浦さんも。さんが社長の件でお呼びしたって。大変だよね。あ、そう。秋山さん、こちら山浦さん。事務所の社員で私のボイストレーナーもやってくださってます。よろしく。どうも。それよりはるか、あんたボイストレーニングしたかったらスタジオキーや。こんな時に。クリスティーナも来てる。こんな時に。なんかやってへんと気が紛れへんからね。こんな時は。クリスティーナ別に気にしないと思うけど。クリスティーナ別に気にしないと思うな、あいつは。さてと、ここが現場ってわけか。ああ、まずは
実際具体的にどこから飛び降りたとされる場所はどこか。ああ秋山さん、社長はこの場所から飛び降りたんだそうです。あ、もうここなんだね。自殺を偽装するには楽な場所だ。そういえばやっぱり靴は揃えておいてあったのかな。ええ、そうだったみたいです。マニュアル通り自殺のお手本といった感じ。いやー、そうだね、明らかな。ところもパクさんらしくない。あ、そんなことしないと思うけどね。誰かが自殺を演出しているようにしか思えない。そうですね。あ、もうこれはじゃあ全部見ていく感じなんだな。ここはどれぐらいの高さなのか。ここから飛び降りるって高さどれぐらいなんだろう。いやー、結構高いな。ビル4階か、ここ。この高さだと下手すると助かっちゃうな。うまく地面に頭から落ちれればいいけど。ま、足から着地したら複雑骨折程度で済むこともありそうだし。助かる可能性もあるか。それにこんな繁華街の中じゃ何より人様に迷惑をかける心配もある。普通飛び降り系の自殺する人ってもっと場所を選ぶよね。そうかもしれませんね。俺がもし自殺するんだったらもっと高くて人思いにしてるところがいいな。そうだね。じゃあパク社長は死んだのは何時頃。はるかちゃん、パク社長が飛び降りた時間って今朝6時頃。近所で何かが落ちたようなドンって大きな音が聞こえたそうです。なるほどね。おお、今わかるのはこれくらいか。もういいんですか、秋山さん。ああ、ただ自殺が偽装されたって証拠は見当たらないな。一旦下に戻ろうか。はい。まあそうだね、ここに他殺の証拠がない限り。ウリちゃん、突然だけど。仕方ないか。はるかちゃんも俺と一緒に動くことになった。パク社長が本当に自殺だったかどうか二人で調べる。いや大丈夫、現役アイドルだよ。なんでハルカちゃんも一緒に。ほんと、実は俺とハルカちゃんは以前からの顔見知りなんだ。まさかパクさんのところにいるとは思わなかったから会ってびっくりしたよ。そうやったんですか。まあこんなことになってしまいましたし、もうプリンセスリーグに出てる場合やないもんね。いや、そこだよな。プリンセスリーグ。ああ、今大阪のテレビ局でやってる対戦型のオーディション番組です。トーナメントを勝ち抜いて優勝したアイドルには大手レコード会社からのメジャーデビューが約束されるっていう企画番組なんですけど、彼女その決勝戦を戦ってる最中なんです。もしかして決勝？え、それってえ、すごくない？すごいですよ。プリンセスリーグと関わってくるのかな、これ。社長は何としてもその番組で遥香ちゃんを優勝させて、他殺の犯人っていうのがメジャーデビューコンサートを開くつもりで動いてきたんです。優勝するかどうかもわからないのに。ええ、それほど社長は遥香ちゃんに欠けていたいうことです。そやけど社長が亡くなってしもた今、番組に出るのもどうかと思いますし、しばらくは遥香ちゃんも番組とかへの出演を控えた方がいいかもしれません。いや、こうなると利益があるのはダメだ。それ続けよう。 T セットとかだもんね。え、なんでですか。それがパクさんの夢だからさ。あ、また夢か。さっきパクさんが俺のところに金を借りに来た話したよね。また夢の話だ。はい。パクさんが俺から借りた3億、実はあの金は東京でのライブイベントのための制作費だったんだよ。え、それほんまですか。ああ、いや、とはいえ3億ほどの金だ。全部がライブのためってわけじゃなくて、東京での活動資金なんかも含まれているんだろうが、とにかく少なくともパクさんは遥香ちゃんが勝つと信じて俺のところに金を借りに来たってことだ。そうやけど、確か社長が秋山さんから金を借りたのって1年半前だ。つまりそれって。ああ、でもだいぶ前だね。じゃあ、そう、パクさんは決めていたのさ。はるかちゃんに会った瞬間に大阪来たのが半年前だからね。はるかちゃんに東京でライブをさせるって。まさか3億が君のためだったとは。
社長がそんなこと考えてたなんて。だからこの夢は簡単に諦めちゃならない。誰かがパクさんの夢を継いでやらなきゃパクさんも報われない。そういうことだ。はるかちゃん、君のパクさんへの気持ちはわかる。だから一緒にパクさんの死を追うのをやめようというつもりはない。だからこそね。やります。両方とも、社長との夢も社長の死の真相も私にはどっちも大事なことだから。おお、さすがパクさんと桐生さんが見込んだだけはある。そうこなきゃ。よし、それじゃあ堀江ちゃん、君はちゃんと彼女がそのプリンセスウンタラツロに出られるようマネジメントしてあげて。はい。そうやけど。いや堀江くん、頼むよ堀江くん。だからその3億を取り返して夢を叶えるんだよ。それがパクさんの死を調べる意味だと思ってる。秋山さん、わかりました。でも社長の死を調べるって一体どうすればいいんですか？やはり決め手は遺書だな。遺書？ああ、遺書から探っていくのか。犯人が偽装したってことになる。堀江ちゃんは社長の字だろうと言ってたけどね。私も見ましたけど。あ、どうかした？そういえば社長、少し前に手を怪我したんです。右手を。ああそうだ、もともと左利きだったから不便はないって左手で字を書いてました。そうだそうだ。だとすると遺書も左手で書いたはずだ。本当に彼女自身が遺書を書いたのなら堀江くんのメモだよね。だがもし今回の遺書が右手の筆跡で書かれたものだとしたら、誰かが遺書を偽造したってことになる。つまりパクさんの自殺は偽装されたものってことだ。彼女を殺した犯人によって。これは結構確定証拠になるよね。実際に遺書を見て確かめよう。確か遺書は筆跡鑑定が終わったら返してもらえるんだよね。ええ、そんなに時間はかからんって言うてましたけど。よし、それじゃあそれまでは一旦待つとするか。いや本当に返してもらえるかな。なんか会社のこと少しはやらなきゃいけないし。怖いな、怪しいな。はるかちゃんもやりたいことがあったら今のうちにやっといた方がいい。いえ、私はここでずっと待ってます。こんな大事な時に他のことをしている暇なんて。握手会。今だからこそ。握手会行こうよ。君はまだプリンセスリーグの決勝戦もあるんだろ。暇が本当になくなるのはこれからだよ。だから時間に自由の利く今のうちにやれることはやっておいた方がいい。そうですね、わかりました。それで警察から連絡あったら僕から連絡するから息抜きしといて。はい。あーでもこの感じはあれかな、春からやることやっといた方がいいのか。ああ、今後のためにアドレス交換いい？はい、もちろんです。アイドルとアドレス交換なんてなかなか貴重な体験だね。それじゃあ俺は自分の店に戻ってるから。はい、わかりました。でもこの場合秋山総さんになるのか。いや、はるかっぽいな。さてと、僕はここで待ってても仕方ないし警察に行ってくるよ。その方が証拠品の返却も早いだろうし、戻るのは早くても夜になってからだと思うから、はるかちゃんはそれまで自分のやれることをやっておくといいよ。わかりました。ありがとうございます、堀江さん。これもうちの今後のためだよ。じゃあ、おい、なんか、堀江くん、パク社長いなくなってからなんか、ちょっと、口調が大きくなってないか。会社のためだよとかね。堀江さんが戻るのは夜か。家に帰って少し休もうかな。あ、主人公の変更、ここでか。あ、味とメニューか。多分スカイファイナンスまで行って秋山に話しかけることで切り替えられると。夜まで過ごせ。すんごいな、ニートに送るミッションみたいな感じだったけど。あーそうか。いやーちょっとね話したけど、なんかあの大阪芸能の T セット周りが絡んでくるんじゃないのか、この他殺の件は。ね、はるかが
この社長の自殺によって世間的には知れ渡るわけだから、そこで出演自粛とかしたら、もちろん T セットがね、ライブの権利を得るわけだから、まあ多分 T セットとかは知らないにしても、その周りの大人たちとかつながってるヤクザがなんかパク社長にやったりしたんじゃないのかな。まあ身内反抗説はないな、堀江くん。堀江くんはないと信じていいよね。まあ山岸さんもまあうん大丈夫だろうし、まあクリスティーナはもうなんかどうでもいいからね。日雇いバイトみたいなもんだから、あいつは。じゃあどうしよっかな。まあなんか、そうだね。あの口調だとやることやっといた方がいいのかな。アナザードラマ、あ、そっか。レッスンとかもしとかないとダメなんだけど、アナザードラマのね、このサブの方は、もう全部やってしまったんだよね。多分、プリンセスリーグ出ないともう進まないので、これはもう現状ここまでやってるんですけど、そうだね、この感じで言うとちょっと明かりないに行こうかな。6分の4だし、ちょっと息抜きしてこいでって堀江くんも言ってくれたから、ああメインストーリーちょっと気になるけど、あかりさんはなんか他のキャラのね、アナザードラマに比べてあかりの影薄いんだよね。あ、これか。なんか急に送られてきたんだよね。次、小福町南の駐車場で待ってる、来てくれだね。じゃあちょっとこれうんやりに行こうかな。ダンスバトルちょっと気分変えに行こう。小福町南ってね、この辺りなんだけど、ここに駐車場なんか、あれか、突き当たりの駐車場かな。いるかな。あー、うん、勝手に進行するか、これは。あ、これ西だよね。あれ、駐車場とはどこだろう。小福町南だったよね。こいつは違うもんね。ああ、ここでよかったのか。ここ小福町西じゃねえかよ。めっちゃ探したのに、ここでよかったんだ。私とダンスバトルがしたいって人が待ってるのは確かここだったはず。ねえ。よう待ってたよ、沢村はるか。あー、こういう感じのキャラか。あ、なんかポケモントレーナーに出てきそうな感じだな、あいつ。あ、あなたはダンスグループジャジーブルーのリーダージュディかな。まあジュディでいいか。あんたにメールを送ったのは私だ。いや、もういよいよあかりの仲介業を通さずに来てるからな、この人。あかり関わってないじゃん。もうはるかのダンスだよね、もう。マキ、アヤに勝ったお前と戦わないと私がビビってると思われるかもしれないからな。今から勝負と行こう。ジャンルはジャズだ。私の得意ジャンルだからちゃんとそれなりの範ではやる。ジャズ、どうだ、受けて立ってくれるか。ああ、行こう行こう。はい。ちょうどね、ちょっとダンスバトルでお見せしたいものがあったんだよね。俺もまだ一回も見てないんだけど、確かすんごい太った女の子のサブストーリーがあったと思うんだけど、あのボヨンボヨンして橋から落ちたやつ。うららさんか。いいから早く。あのサブストーリーの後に、このダンスバトルで使える技を手に入れたので、この虹色プリズムスター、はるかが半端ない身体能力になってるよね。急に初めて見た、俺も。はるか運動神経良すぎだろ。脳助走でいったぞ。で、虹色シューティングスターもやりたかったんだけど、あれもうららさんのおかげで、 あれは違うのかな。まあでもちょっと初めて見たいんで、丸だね、虹色シューティングスターは。これだ、一緒かい。半端ない身体能力一緒かい。いやー、じゃあもうこの女の人に用はないな。うららさんの、学びも生かせたし。ダイレクトアタック、もうはるかだいぶ強いからね。
しゃあ勝った。いやもう余裕よ、片手まで勝てるわ。すんごい経験値入るな。多分魅力と表現力はもうカンストしてるから、あと歌唱力をクリスティーナのとこで鍛えれば、あーはるかカンストするね多分。はあはあそら脳女装でバク転したらそうなるわ。しかも手も使ってないからな。ジュディさんが負けたなるほどね、さすが。おクリスティーナに認められた女だな。クリスさんのことを知ってるんですか？当たり前だろう、ダンスバトルやってるやつでクリスティーナ知らないやつなんて探してもなかなかいないぜ。あーこの人はちょっと本当にダンスを楽しんでる感あるな。そうなんですか。まあ私あんまり好きじゃないけどな。あかりのダンスの良さもわからねえようなやつだろ。そんなやつの目信用できるか。あかり、おいあかり、蒼天堀ダンスバトルのどんなのかな。あかりあんな感じしてどんなのか。相当上手いんだねあいつ多分。はるかが上手すぎるせいで霞んでるけど、まあでもクリスティーナの目に止まらないようじゃ。ああ蒼天堀止まりですよあかりも。もう勝手にもうあかりはダメなやつだと思っちゃうけど、意外とどんなんだね。あかりは私が可愛がってた後輩だからね。あいつのダンスは確かに少し鼻がないけど、性格で綺麗でクールなんだ。あ、じゃあジュディさんも意外とドンだね。土台がしっかりできてるから、あともう一皮むければきっと最強のダンサーになれる。少なくとも私はそう思ってた。なのにダンス、ダンスやめちまったもんな。もったいないよな、クソ。おい、ちょっと聞いてないな。おい、ちょっと仲介業ばっかやってダンスやめてたんだ。確かに影薄かったけどよ。あかりがダンスをやめた？ああ、あんたあかりの友達だろ。知らなかったのか？はい。私にはダンスはまだ続けてるって。まあ、あいつとしてもあんたには言いにくかったんだろうな。変に気を使わせたくなかったんだろう。なんせあいつが辞めた原因にあんたも一枚噛んでるわけだからさ。心当たりぐらいあるだろう。はい。はい、私あかりに直接話してきます。ええ、それがいい。一応友達なんだからな。あとこれをあいつに渡してくれ。いやー、やめてたんだあいつ。ダンスバトルサミットのチラシ。これはダンスバトルサミットのイベントチラシさ。もうじき岩尾橋近くのイベント会場で行われることになってる。私はもちろんマキー・アヤといった一流ダンサーが多数集結するイベントだ。自分で言うな。スペシャルゲストに世界的に有名な振付師 MC ミッツーもやってくる。おいクリスティーナ呼べよ。おいクリスティーナ世界的に有名なんだろう。せっかく蒼天堀にいるのに。彼に認められれば一流のダンサー、一流の振付師になるのも夢じゃない。一流の振付師、あかりの夢。ええ、まあ振付師という意味ではその3つだったっけが有名なんだ。だからこのチラシをあいつに渡してほしいんだ。任せていいか。ええ、もちろんです。あかりは私の友達ですから。ダチだな、もうダチだよ。キルさん的に言うと頼んだよ。あいつは今岩尾橋にいるらしい。行ってやりな。あ、岩尾橋にいるんだ。めっちゃ出たいじゃん。めっちゃ出たがってんじゃん。ああこれで終わったのか。ああでもまだ続くんだね。6分の4か。まあ行ったらそこで1つ増えるのかな。じゃあどうしよっかな。まあなんか時間的に多分ちょうどいい感じになってると思うので、今回この辺にしとこうかな。まあ、はるかでやり残しといえば、ほんと、あかりと、あと、これだね。名前なんだったっけ？達也。
達也、まあほんとはるかにおいては全然必要ないんだけどね、達也ダンス余裕勝ちできるからぐらいかなって思ってるから、うん、だいぶそうだね、次あかりやってちょっとストーリー進めようかなっていう感じでいきたいと、はい、思います。うん、じゃあちょっとストーリーも気になるのでどんどん進めていきたいと思います。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。